コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。こんばんは。ウィークリーコンビニラジオスタートいたしました。イエーイ。パーソナリティは私コンビニ社労士安さやかと、はい、経営コンサルタント高橋秀樹です。よろしくお願いします。今日も2人で明るく元気にお伝えしていきます。はい、はい、この番組の趣旨はコンビニから日本を元気にということで、業界のリアルなお話をお届けする番組となっております。でこの番組は FM ギノワン 79.7MHz サイマル放送で全国ウェブ配信中の放送でございます。ですので全国で今聞いてくださる方少しずつですね増えてきていると思うんですけど、はい、どうでしょう秀樹さんの周りで聞いてくださってる方。ちなみにあの FM ギノワンで金曜日この後の10時からですね、はい、11時私番組をハイタウン東京という番組やってまして、はい、そちらの聞いていただいているリスナーさんが9時から聞いていただけると嬉しいなみたいなことで、はい、それはぜひ告知を進めておりますので、ありがとうございます。はい、谷さんと秀樹さんの力でね、ぜひこの9時台にもリスナーさんを広めていただきたいなと思いますし、ね、皆様の周りにいらっしゃるコンビニに関わっている人たち、はい、そういう人たちにもぜひ情報を届けていただけるとすごく嬉しいなと思います。でこの番組のご意見ご感想は 797@fmginowan.com のメールアドレス、もしくはツイッターでコンビニ社労士で検索をしていただき、ハッシュタグコンビニラジオをつけてお知らせいただけますと、私やもしかしたら秀樹さんも確認できますのでよろしくお願いいたします。ということでウィークリーコンビニラジオ、今ご紹介しました私安さやかと高橋秀樹さんでお送りしていますが、改めて、まだこの放送が始まって4回目なんですよ。番組そのものとしては3回目って言ってるんですけども、なかなかまだ私たちのこと知らないっていう方も多いと思うので、簡単に自己紹介していきましょうか。はい、はい、じゃあまず私から、まあ、コンビニ社労士安さやかと申します。コンビニ社労士とは何ってよく聞かれるんですけど、コンビニ業界特化の社会保険労務士という資格を持って、コンビニの加盟店のオーナーさんを中心に人材育成ですとか労務管理ですとか人に関するご相談に乗っているという仕事をしております。まあ、やっぱりもともとコンビニ業界にいたということもありまして、その中で私もたくさん人として職業人としても成長させてもらえたということから、一生かけてコンビニ業界に恩返しをしていこうという、そういう壮大な夢を持ってですね、独立をして早7年になります。高橋秀樹さんは私の大先輩でもいらっしゃいますけど、どんな方でしたっけ。はい、私の自己紹介をすればよろしいですね。はい、はい、私はもともとですね、セブンイレブンジャパンというところの本部で、OFC をやって、それから、レンタルのツタヤというところでカルチャーコミュニティクラブというところですね、フランチャイズの本部をずっとおりました。はい、で、AMPM ジャパンというここで安さんとも出会いましたけども、はい、そこのコンビニで新業態の開発ですよね、うん、商品を作ったり、あるいは運営の方ですね、責任者をやっておりまして、はい、その後独立しまして、関東地区のチェーンの、3F というコンビニの、コンサルティングをやらせていただいたりとかですね。で今現在は、某、大手、コンビニチェーンのですね、商品部の仕事もさせていただいたりとか、コンビニにまつわる仕事で、専門性としてはですね、フランチャイズビジネスの本部加盟店のですね、売上拡大とか利益の拡大、それから多店舗展開するにはどうしたらいいんだとか、そういったことを今仕事としてやらせていただいてます。で一方でですね、私もラジオが大好きでメディア系の仕事をしている中でいくと、FM ギノワ、それから FM コザ、FM 那覇で番組をやらせていただいたりとかして、ラジオを通じて世の中を変えていきたいなと、そんな夢を持っております。そうなんですか。世の中を変えていきたいんですね。そうなんですよ。わ、私と一緒じゃないですか。ちょっとパクりました。パクられました、はい、私が人であれば秀樹さんは人も含めた全般的な支援に対応できるっていうのが、そうですね、数字を変えていきたいということですね。はい、はい、経営を良くしていきたいと、でお客様に喜んでいただいて支持されるお店作りというところのサポートするというのが私のミッションですね。素晴らしい、はい、なので人物金、あるいは情報という経営の3要素ないし4要素っていうのがありますけど、やっぱり経営をされているとその要素ってものすごく重要ですし、結構悩みの種になりやすい部分ですよね。はい、なので
例えば今聞いてくださっている方や聞いてくださっている方の周りの方で人とかそういう売り上げとか、まあ、あとは経営全般とか、うん、そのあたりどういうふうに戦略を練っていけばいいかとか、うん、そういった悩みをお持ちの方はぜひ聞いていただきたいですし、場合によってはご連絡いただければね、うん、直接お伺いしてお仕事を一緒にしましょうなんていう機会もあるかもしれないですよね。ということで、まあ、こんな私たち2人で担当している番組でございます。早速ですけれども、このウィークリーコンビニラジオはですね、全部で、まあ、3つないし4つのコーナーでお伝えをしておりますので、早速第1コーナーのところに行ってもよろしいですか、秀樹さん。はい、はい、ということで第1コーナーはですね、売り場ネタというのを今回ご用意してみました。結構コンビニを運営していく中で売り場ってすごく重要じゃないですか。でその中でも例えば米飯とか、まあ、デイリー系のものだったり雑貨だったりいろんなところがありますけど、私ね結構思うのが、見落としがちな雑誌コーナーってあるじゃないですか、うん、はい、雑誌とコミック、うん、漫画のコーナーありますよね。あそこもちょっとフォーカスしてみたら面白いんじゃないかなと思って、今回ネタとして取り上げてみたいんですけど、秀樹さんいけますか。はい、はい、ありがとうございます。まあ、この売り場の中でも雑誌っていうのは最近少しずつその売り場のレイアウト変わってきてはいるものの、ほとんどのお店がまだ入り口入ってすぐ左側とか右側とかにありますよね、雑誌のコーナーが。で皆さんそれを見て、で例えばそこで立ち読みするとか、まあ、その中で手に取ってレジに走るとかいろんな方がいらっしゃいますけど、まあ、この売り場の維持とか、もっともっとその雑誌やコミックのコーナーを使って売り上げを作っていくためにはどういう状態にしていけばいいのかっていうところもですね、ぜひお話聞きたいなと思うんですけど、なんかありますか。雑誌の売り場ですよね、はい、あのやっぱり昔というかです、まあ、もう本当20年ぐらい前は雑誌の売り場、まあ、雑誌コミック書籍の売り場っていうのは全体の売り上げの 10% もしくは、まあ、多いところで 15% ぐらいあって、はい、比較的あの売り上げ貢献をするような売り場だったと、うん、で最近今言われたように見ていくと、まあ雑誌売り場がほとんどないとか、あってももう1本になってるとかいうところがありますね。もともと雑誌売り場5本、まあ、スパンという言い方すると5スパンプラスコミックが1つ、もう1つはもう一つあって2スパンとかね、いうのがありましたが、はい、だいぶ減らしてきてるなと思ってます。でもともと雑誌売り場っていうのはまあお客様自由にそこに立っていただいて、うん、まあ、選んでいただくっていうところで、外から見たらお客様が入ってる姿が見えるというところですね、はい、本来、ガラス面っていう埋めてですね、商品棚にしたいところをあえて中を、スカッと見せるようないうことで、雑誌 の低い陳列できる重機で入れてるということになります、うん、で雑誌今世の中どうなってるかっていうと、全体的に、まあ、本屋さんも含めてですね、雑誌自体が売り上げすごい落ちてるんですね。ピーク時が2006年に、まあ、約9000億円ぐらいの売り上げがあった雑誌がですね、今、はい、直近だと、約5000億円というところで、まあ、半分とは言いませんが、かなり、まあ、そもそも雑誌自体が売り上げが落ちてるということになりますね、はいはい、まあ昔ですとどうでしょう、少年ジャンプとか含めた ああいった週刊漫画、少年漫画がですねすごく売れた。で本屋さんがオープンするのは10時なんですけど、はい、コンビニだと朝の7時に陳列を、一斉にスタートしましょうというルールがあったんですね、うん、でまあ物自体は深夜に来てるんですけど、7時にスタートということはもう朝の段階で何よりも読みたい、ドラゴンボール読みたいっていう少年たちが、あるいは大人がですね、コンビニ買いに来たということで、すごい売り上げ上がってたという、確かに、はい、いました、そういう人、記憶あります、あります、あります、はい、で石垣島、沖縄のに、はい、まあ、今チェーンが変わってしまいましたけど、コンビニがありまして、はい、そこは日本で一番少年ジャンプを売ってるコンビニだったんです。すごい、はい、書店があるんですけども、はい、開く時間が遅くてですね、朝から売れてる売ってる店っていうのはその店しかなかったということで、そこの店が良かったと、まあそういうような話もありますが、はい、コミック自体の売り上げ、コミック雑誌自体の売り上げですね、下がってきてるということに伴い、うん、全体的にコンビニも下がってきてるんですが、うん、元々コンビニで雑誌売れてた、売る
あのメリットっていうのは、あの重たい雑誌がですね家の近くで買えるということ、それから時間を気にせず買えるっていうメリットがあったんですね。あの、はい、結婚情報誌ってこんな分厚いの覚えてます？ゼクシーとか、はいはい、あんなの、ねね、家職場の近くから持って帰るの大変だったで、家で持って帰ったりとか、確かにいうことがあったりとかしますね、はい、でだとか、あの女性誌のこう付録がついてるものがたくさん売れましたね、うん、ああいったものも持って帰ったりとかすることができたということなんですが、今は実際どうですかね、そういった売り場にそういった雑誌が女性誌がバーッと山積みされたりとかっていうのを見ますか、はい、あまり以前と比べたら、うん、あまり見なくなってきたかなという気がしますね、うんうん、それはどうしてでしょうね、どうしてなんだろう、うんうん、やっぱり紙で買う人が減ったとか、そうですね、あの情報をもうネットで得れる時代になってきたということで、うん、わざわざ雑誌で得れるものが減ってきたということがありますよね、うん、はい、なので、雑誌っていうのはやっぱりスピード感でいうとちょっと遅いっていうこともあって、はい、雑誌全体がそう落ちてきてるんですけど、じゃあコンビニの方に話を戻すとですね、これじゃあ売り場を減らして、じゃあ他に何か物を置いた方がいいのか、うん、どうかっていう話ですよね、はい、売上構成から考えた時に、あるいはまあ商品陳列がすごい手間をかかるということを考えたときに削った方がいいかどうかっていう質問を私はすごくよく受けるんですよ。おー、なるほど、はい、はい、どうなんですかね。で、実際その立地にもよるんですが、うん、もう削るんだったら思いっきり削って、うん、成果とかの売り場に広げていく、今伸びてるアイテムを広げていった方がいいですよっていう話をさせていただいてます、はい、一方で立地によっては近隣に書店がないとか、はい、周りの、競合店が雑誌がほとんど手が入ってないということであれば、あえてここはしっかり雑誌あるいはコミックをあるいは書籍をですね展開をした方がいいですよっていう話をしてます、はいはい、ちょっと例を出すとですね、うん、あの雑誌とかコミックっていうのはあの他の商品と違って、返品ができるっていうこと、はい、そうですね、これは再販制度ということで、うんうん、値段は一定になってますということ、うん、それから、自分たちで、まあ、厳密に言うと発注ができない、うん、送り込まれるっていうものがなってますね、はい、でこれを逆手にとってライバルも同じなんで、逆手にとっていい品ぞろえに変えてしまえば売り上げを上げやすい、うん、ライバルがあまり手が入ってないということなんです、はい、で私もあの仕事柄ですねコンビニを回ってみるときに、売り場をチェックしてこの店のレベルがどうかなって見るのは雑誌売り場とカウンター周りのところを見れば、バックヤード入るまでもなく、うん、トイレを見るまでもなく、その店のオーナーさん店長さんのレベルがなんとなく分かってしまう。雑誌とカウンターで、はい、雑誌ちゃんと陳列できて、隙間がないとかフェイスアップがしっかりできてる、陳列が全身立体陳列ができてるっていうお店は比較的その深夜の方が売り場作りしますので、はい、オーナーさんがちゃんと指示を出してマニュアル化というか、ね、仕組み化できてやってるんだろうなと。確かに同じようにおでん、カウンター周りのおでんとかをしっかりスタンバイをして、はい、美味しそうに作ってるとかっていうことは、まあ、バックヤードも含めて整理整頓ができてるんだろうなっていうことは、まあ、容易に想像がつくんですね、うんうん、で雑誌がしっかりあって展開をしてるっていうところは、雑誌っていうのは売れなければ勝手に絞られてきますから、はい、そうすると売れてるところはどんどん追加されてるので、うん、ここはちゃんとオペレーションやって売り上げが上がってくるんだろうなと、確かにいうのが、見て取れると思ってます、うんうん、はい、なので、雑誌の売り上げの上げ方なんですけど、まずはですね、分析をしっかりしていただきたいんですね、はい、何が売れてて何が返品してるのかっていうのを必ずチェックするってことと、うん、それから定期改正っていう制度がありますね。あ、懐かしい、はい、この商品を増やしてくださいっていうことができます。これをしっかりやるということと、まあ、チェーンによってはもしかしたら違うかもしれませんが、SV さんを通じてですね、雑誌を強化しないんだっていうことを言えば、うんうん、チェーンによって、問屋さんですね、流通して取り次ぎって言いますけども、当販もしくは日販、こちらの どちらかのコンビニの担当のところにですね情報が行くようになってますので、はい、私の店のこういった品ぞろえを増やしてくださいということになると、一時的に物が増えることができます。で増えながら売り場作りをしっかりしていただいて、うん、で、売り切っていくということをやっていただいたらいいかなと思います。で特に売り切ったら数が増えるような商品があるんですね、はい、うん、はい、それは何かというと集英社とか講談社とかのコミックですね。これは
販売率という言い方をしてますけども、まあ、限りなく100に近い数字 90% 以上の販売をしてるとですね、うん、次の段階から配本が増えるという、はい、仕組みがありますので、はい、例えばドラゴンボールが出た時には返品をせずに全て売り切ると、うん、そしたらまた次が来るというようなことがありますので、はい、しっかり展開をして売り切るというようなことが必要なのかなというふうに思いますね、うんはい、あと雑誌は陳列の仕方ですね、うん旬のものを広げて売って古いものはもう抜いてどん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 返品をしていく旬のものを広げて、早いタイミングで売っていくと、はいはい、例えば今ですと高校野球が盛り上がってますけど高校野球ネタのもの、なんかはすごく売れると思いますのでそういうのを見たら広げて売っていくと、はい、ということですね、うんはい、あともう一つプラスアルファになるのがですね書籍なんですね、うんうん、コミックとか、雑誌ではなくていわゆる実用書と言われるもの健康のものだったりビジネスだったりあるいは雑学のものですね、はい、こういったものを前掛けって言いますけどあの雑誌の棚の前にこうって引っ掛けてものが送られてくるこれもちょっと増やしていただくということとかあるいはあの回転筒絵本筒っていうんですけど子どもさんが多いところだと絵本をくるくる回るものがあるんですけどこれを 送りあのくださいという話をして売り上げをプラスにしていくということをすると本の売り場がしっかりあって、5本6本の棚が充実してるとそこにお客様が来るようになりますあのすぐにはならないかもしれませんが、はい、あそこには品揃えあるということで来るようになりますのでそれが一つの、売り上げの単価を上げるということのきっかけになっていくんじゃないかなと、うん、お客様が来ていただくきっかけになるんじゃないかなというふうに思います、うんまあ、まとめますとですね雑誌っていうのはあのやりようによってはまだ上がるしライバルがやってない分しっかりやれば一番差別化ができるような、うんはい、弁当ですとかお菓子の売り場とかアイスの売り場とかみんなしっかりやろうと力を入れますねところが、雑誌のところって結構手が入ってない、はい、逆に言うとそこをしっかりやれるっていうことは、店のレベルアップと同時に地域によって一番手になりやすい売り場だということになりますのでぜひ参考にしていただいて手を入れていただければなと思います。はい、ありがとうございます。今やっぱりウェブでそれこそ美容室さんも雑誌を買わなくなったなんていう話をねよく聞きます。私が通ってる美容室でも今もうタブレットで雑誌を読んでくださいなんていう時代なんですけど、あれがやっぱり普及していく反面その紙の雑誌をねこうめくるのがいいっていう人も増えてきていて、でそういう方っていうのは多分ずっとこれからも紙媒体って多分なんだかんだなくならないと私思ってるんですけど、まあ、そういった人たちがやっぱりコアなお客様になってくれて買い続けてくれる可能性もあるのかなって思うんです。あのもう雑誌で慣れてるお客様っていて、やっぱあのタブレットに慣れてないあの方ですね、まあ、高齢の方なんかでいくとやっぱり雑誌を読む、甘辛手帳を読むとかですね、うん違法美化とかいう健康系の本を読むとか、うん、そういったPHP という雑誌を読むとかいう方がいらっしゃいますね。そういった方が定期的に買いに来れるような売り場、あるいは文芸書お父さんがいたりとかしますね、はい、でこういった方を、取り込んでいくということ、あるいはそういった方がわざわざ、大きな書店に行かないと買えないとか、うんうん、ネットで買い方分かんないということじゃなくてですね、うん、地域の、役割としてはそういったお客様に買っていただけるという売り場をしっかり作っていくことが大事じゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ということで売り場ネタ雑誌コミックの、まあ、売り上げを作っていくためのポイントということで秀樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。では一旦ここで CM に入ります。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。土地を売りたい、一戸建ても売りたい、チャンスか。ハーバー不動産がその中古物件買い取ります。はっしゃ。ハーバー不動産売買ならハーバー不動産、土地、マンション、あらゆる売買でご要望に応えます。天満高校斜め向かい、ハーバー不動産。ムービン、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 引っ越しするならムービン、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 県内県外ムービン、お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755
ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、 CM 明けの第2コーナーは今度は人ですね。経営資源の中でも人に関する悩みというのは本当に尽きないというものでして、まあ、この人の中でも今非常にコンビニ業界は人員不足になっているところも多く存在しています。複数店経営ですと結構そのお店といいますか会社の中で人のやりくりができたりするんですけど、それでもなかなかやっぱり人が新しい人が入りにくいなんていう話もあったり、まあ、こういう中でも新しくお店を開店される方もいらっしゃるんですよね。なので今回はですね、どういう人を採用するのがいいのかっていうところにフォーカスをしてちょっとお話をしていきたいなと思います。なのでまあここは私からちょっと話をした方がいいかなと思うんですけど、よくやっぱり私もこの話質問されるんですよ。どういう人採用すればいいですかって。でこれ実は私が答えを持ってるのかっていうとそうではないよなと思ってるんですけど、それはまずどういうお店にしたいのっていうオーナーさんとか店長さんの思いがあって初めて理想の人のイメージが描けていくのかなって私は思っているので、いつもそのようにお伝えをさせてもらってます。なのでこういう人がいいよっていう話はあんまり実は明確な答えがあるかっていうとお店によって全然違いがねあったりすると思うんですけど、まあ、大きく分けてやっぱりスキルとマインドっていうその2つの視点から考えていく必要があるのかなって思います。まあ、例えば私がまだその AMPM っていうコンビニにいた時に自分自身がスタッフさんの採用をじゃあしようということで、まあ、実際に面接ですとか書類選考してましたけども、その中では接客をもっと強化したかったっていうのが当時ありまして、で結構私が行ったそのお店の、まあ、このなんか愚痴みたいな感じですけど、前の店長さんたちってあんまりその接客とかに力を入れてこなかったんですよ。まあ、それどころじゃなかったっていうぐらい忙しいお店だったんですけど、私自身はもともとディズニーという業界にもいたので、もっともっとその接客に力を入れたいなと。それで例えば固定客というか常連客の方にどんどんアプローチできたらいいななんて思っていたので、そのスタッフさんに対してはやっぱり接客って好きですかなんていう質問をしていました。で私はそういう接客でしっかりとお客様に認めてもらえる、選んでもらえるお店を作りたいと思っているんだけれども、まあ、それに対してどう思いますかなんていう話を聞いて、で返ってきた答えがなんかちょっと間があったりとか、いや別にっていう話だったら採用しなかったっていうのをいつも事例としてお伝えしてるんですよ。こういう考え方って秀樹さんどうですか？まあ、どういう人を採用すればいいかっていうね質問が来てるってことなんですけど、やっぱり接客とかは教えれることと教えられないことってありませんか？うん、でやっぱり教えられることっていうのは、まあ、公務員って比較的仕組みとかマニュアルがしっかりできてるので、はい、まあ、今言われたようなところっていうのは結構大事で、実際にその方がどういう人なのかということを聞きながら接客が好きだとかっていうところがやっぱり採用の基準でしょうね。はい、はい、だからやっぱりなんていうかな、素直な人とか、うん、やる気があるとかっていう人間性のところをしっかり持ってる方、はい、ちゃんとしてる方ですよね、うん、なんか後ろめたいものがあったりとか目を見て話さないとか、うん、そういった方ではなくてまっすぐな方を採用された方が比較的成功しやすいかなと。でスキルのところは接客したことないとか接客が苦手だとかっていうかとか発注とか、はい、掃除とかっていうのはこれは
教えるべきことで、これはオーナーさんの責任、店長さんの責任のところになりますけど、そもそも持ってる資質みたいなところっていうのは、はい、前向きな性格だったり、そういうところを見ていただいた方がいいんじゃないかなと思いますけど、そうですね、そうですね、あのロバート・カッツさんっていう人がいましたね、アメリカで。でカッツモデルっていうのをよく私も伝えることがあるんですよ。これはそのマネジメントをする人っていう概念の話ではあるんですけど、まあ、3つのスキルが必要ですと。一つはテクニカルスキル、つまり業務を遂行する力で、もう一つがヒューマンスキル、人間力とか対人関係能力、そして3つ目がコンセプチュアルスキル、例えば今あるいろんな事実からどういった課題があるのかっていうことを、まあ、概念としてその外にアウトプットできる概念化能力っていう、その3つが必要なんだってよく言われるんですけど、例えばどういうあの人でも最終的に必要なのはヒューマンスキルだって言われるんですよ。まあ、ヒューマンスキルっていうとちょっとスキルになるのかなって思いがちなんですけど、実は秀樹さんもおっしゃってたその人間力というか、人と接することがすごく好きとか、その人と接することで自分が成長できるとか、そういったことをマインドとして持っているっていうことは、とってもやっぱりコンビニ業界においては重要だなって私は思ってるんですよね。で例えば、まあ、セブンイレブンとかファミリーマートとかローソンとかありますけど、そのチェーンの中でやっぱりその接客に力を入れてるチェーンと売り場に力を入れてるチェーンとかって昔いろいろあったじゃないですか。でも最近ってどこもその売り場もそうなんだけど、改めて接客も力を入れていった方がいいよねっていう動きになっていっているのかなと。まあ、その接客がどうっていうだけの話ではもちろんないんですけど、人と接することが多いっていうことを前提にやっぱ考えていかないと、作業が好きとか発注は好きで売り場に黙々と商品を並べるのは好きだけど、なんかそこに人が、例えばお客様がこう来て何か商品を持っていこうとする、なんで取っていくんだよみたいな、例えばですよ、その自分の作業の邪魔するんじゃないみたいな、そういう人もやっぱりいたりするわけじゃないですか、店の中って。それだとやっぱりもったいないし、そういった姿勢って必ずお客様に伝わってしまうのかなっていう気がするので、やっぱりその人っていうところにしっかり意識をできる、意識を向けられる人、スタッフさん、候補の方っていう方を採用するっていうのがいいのかなと思うんですよね。まあ、どういう人っていうことでいくと、あのコンビニって極めて地域密着型ですよね。はい、はい、あのまあ、場所によってはターミナル駅にっていうこともあるかもしれませんけども、まあ、地域の方が働きに来ていただくということになりますね。うん、はい、イコールあのお客様の証券の方が来られるということになりますから、まあ、そういう意味でいくと、地域の方で、うん、まあ地域密着なので、まあ、良くも悪くもいろんな情報が広まってしまうということになりますから、はい、どんな方なのかということで、採用の仕方もですね、地域の方に紹介をしていただいたり、うん、地域のお客様がお店に来られている時にこの店で働きたいなと思っていただくような、そういった方を採用したらどうかなと思いますよね。うん、はい、だから広く遠くから来てもらうっていうことよりも、今来てるお客様、今来てるお客様から紹介をしてもらって、はい、地域の方に働いていただくっていうことが非常にいいのかなと。うん、これってどういうことかっていうと、まあ、鏡でもあるわけですよね。はい、ここで働いてみたいなって思っていただけるのか、いや絶対どこで嫌だって思われるのかっていうことが結構大事なので、はい、今働いてる方たちが生き生きしてる、もっと言うと店長さんが楽しそうに働いてると。例えばあの地域の中学校の、社会科見学とか職業体験に、はい、ぜひあそこのコンビニで働いてみたいなっていうふうに学校の先生も地域の親も、はい、あるいは中学生の、ね、生徒さんも思っていただけるような、そういったようなお店作りをしていくと、まあ、比較的採用がいい人が集まるんじゃないですか。それ鏡ですよね。こんな人、同じような類は友よで集まってきますので、はい、うんうん、なので、明るく笑顔で、ワイワイ賑やかなお店にしたいということで、そういう方を採用したいっていうんであれば、そういうお店に しないといけないし、はい、ピリッと怖い怖いというかね、厳しい感じの雰囲気のお店にしたいんであれば、そういう方はたくさんいて、ね、そういう雰囲気すると集まってくると思うんで、そうですね、はい、だから自分が、どういう人を採用すればいいかって、我々店の人間がイメージするようなお店作りをすれば、そういう人が集まってくるのかなというふうには思いますけど、確かに。だからやっぱり
そのオーナーとか店長とか、まあ、責任ある立場の方がどういうお店にしていきたいかっていうイメージをしっかり持っておく、できるだけ具体的に持っておくってことはやっぱり必要不可欠ですね。地域で一番ね笑顔してる、はい、まあ、他のいろんなレストランも含めてもう笑顔が溢れてると、笑いが絶えないお店に例えばするとかね、うんうんうん、なりたい職業はあのコンビニの店長さんになりたいみたいな、うん、地域の幼稚園の人が言っていただけるような、はい、そんなお店にするとかね、うん、そういう具体的なイメージをしてもいいのかなと思いますけど。そうです ね, いいですね、はい、で実際そういう人採用して育成していくのにも一定の時間が必要なので、じゃあその人採用できたからすぐ自分の求めるお店になるかっていうと、やっぱなかなかなっていかないんですけど、でも最初としてまず要素、そういった要素や思いを持ってくれる方と一緒に仕事をしていく方が、自分が目指したいお店、オーナーや店長が目指したいお店に なんかなる時間も早く達成できるのかなって思うんですよね、うん、私自身はやっぱりお店をやっている時に、あ、このなんか引き継いだ時の空気がものすごい怖くて、このままやっていたら私逃げ出したくなるなと、うん、せっかくコンビニ業界に入りたくて入ったのに、なんだこれと、すぐ辞めたくなっちゃうじゃんなんて思ったこともあったんですよ。で結局それって半年ぐらいかけて自分が求めるお店になっていったんですよね。でその時にやってったことっていうのは、やっぱりその採用もそうだし、まあ、またちょっといずれテーマとして設けたいなと思っている育成、人の育成っていうところも諦めずにどんどん会話をしていったっていうことが、最終的に、まあ、そういった自分が求める明るく接客に強いお店っていうところに結びついたのかなって思うんですよ。なので最初の入り口としてね、あのすごく重要な部分だと思いますので、まあ、なかなかちょっと採用をね募集出しても人がその応募が来ないなんて言われている方こそ、今どういうお店にしていきたいかっていうことを改めて考える一つのきっかけにしていただくといいんじゃないかなって思います。はい、ということで、まあ、第2コーナーは人としてのネタでしたね。どういう人を採用すればいいかということについてお話をしてきました。では一旦またここで CM を挟みます。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。土地を売りたい、一戸建ても売りたい、チャンスか。ハーバー不動産がその中古物件買い取ります。はっしゃ。ハーバー不動産売買ならハーバー不動産、土地、マンション、あらゆる売買でご要望に応えます。天馬高校斜め向かい、ハーバー不動産。ムービン、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 引っ越しするならムービン、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 県内県外ムービン、お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ウィークリーコンビニラジオ第3回ということで、第3コーナーはいつもやっているコンビニ運営 Q&A のコーナーでございます。まあ、ここでは労務と、あと秀樹さんの専門分野でもある運営や経営のところの Q&A 方式でお答えをしていくというコーナーでございます。まず今回
ロームに関する Q&A ということで、最近私もですね関与をしているオーナーさんからいろいろと質問を受けることがやっぱり増えてきまして、こんな質問を受けたんですよ。でこれから、新しくアルバイトさんを採用していくわけなんですけれども、やっぱりコミュニケーションの場でもあると、面接はコミュニケーションの場でもあると考えて、仕事の話だけじゃなくて、なんかいろんなプライベートのネタも聞いてみたんですね。でそしたらですね、翌日、大学生の親御さんから、君は何という質問をしてるんだというお叱りを受けてしまいましたと、謝罪をして何とか許していただけたんですけども、何がいけなかったんでしょうかと、面接で聞いてはいけない項目に触れてしまったんじゃないかというご相談をいただきましたので、ちょっとこれについて解説をしていきたいなと思います。やっぱり面接の場っていうのは、秀樹さんね、やっぱりコミュニケーションの場じゃないですか、でお見合いの場なんてもね、言われたりするところですけれども、やっぱりその中で聞くべきことって仕事に関する話が中心になりますよね。でこんな質問をするとちょっとまずいよっていうのをいくつか事例として挙げていきますので、聞いていただけたら嬉しいなと思います。さてさて、最初に履歴書をチェックしたりですとか、場合によっては職務経歴書も一緒にいただいて、その人となりを確認した上で、だいたい30分から1時間ぐらい、アルバイトさんだと30分ぐらいでしょうか、で社員さんだと1時間近く、面接をする方も多いと思います。でその時にこんな質問をするとまずいよっていうのは3つあるんです。1つは、面接を受ける本人には責任がないという内容。2つ目は、本人のそれも自由でしょっていう内容。3つ目は、収集をすることで違法となってしまう可能性がある、そういった内容。この3つがタブーだよというふうに言われています。まず1つ目の、面接を受ける本人には責任のない内容なんですけど、これは例えばどんなものが秀樹さんあると思いますか？だから自分が影響できないような話とか、大学生ですか、今のことでいくと、大学生でいくと学校の話とか、そういう話ですかね、部活の話とか、ということですかね、仕事をしに来てるってことですよね。そうですね、そういう内容、あとはどこで生まれたのっていう内容、結構ね、出生地の話ってナイーブと言いますか、あんまり触れるとよろしくない場合もあったりするじゃないですか。あとご両親何やってんのとか、そういったことは本人には責任がない、本人が選択をして何かをしているということでもないので、こういったことに触れていくのはあまりよろしくないというふうに言われています。まとめますと、本籍とか出生地とか、あと家族に関する質問とか、あと今住んでいるお家の間取りとか、部屋の大きさとか、生活環境とか、そういったことに触れるのはあまり良くないというふうに言われています。なぜそういうのがまずいかっていうと、そういった環境の質問を例えばしたことによって、結局合否が分かれてしまった、例えば不採用になってしまったっていうことを応募者の方が感じてしまうと、やっぱりこれって良くないじゃないですか。なんでしょうね、仕事に関する話で適性がなかったっていうことで不採用になるのはしょうがないけれども、生まれた場所がどのこうのでなんか不採用になったっていう話は、それはどうなのっていう話になるわけなので、そういった誤解を招くような質問はしないっていうのがいいと言われています。2つ目、本人の自由である内容というのは、例えば尊敬している人物って誰ですか、これなんか質問しがちな気がするんですけどね、秀樹さんどうですかね。あれですね、この辺の話をしながら人となりっていうのを、知っていくっていうことが大事なんですよ。聞き方によると思うんですよね。そうですね、だからもう直接的に断片的に聞くと、さっきのそのお父さんが怒ってきた、電話してきた親が、親御さんから何という質問してるんだとお叱りをいただいたっていうことになりますけども、会話の中で本人の意思で喋ってもらうっていうことであれば、問題なくて、そういうその、心情とかそういったことを、それを聞いて判断するっていうふうに思われないような聞き方、そうですね、もっと言うと自分から語り出してもらうようなことが、必要なのかもしれませんね。そうですね、本人が、応募者の本人が話をしてくるのであれば別にそれはそれで構わないんですけど、
まあ、面接の場で面接をする側から聞く内容としてはあまり適切ではなかったり、あとはどうしてもそういう話をしたい、例えば尊敬している人物は誰ですかとか、愛読書は何ですかとか、そういった質問をしたいときにはなぜその質問をしたいのかっていう目的を明確にして質問をした方がいいと言われています。まあ、その他どんな内容が本人の自由である内容に回答するかっていうと、信仰している宗教とか支持政党とか人生観とか生活の心情とか、そういったものが入ってきますので、まあ、これらもあまり触れるのはよろしくはないのかなということで、質問するときには注意をした方がいいということになります。最後3つ目ですが、収集することで違法、法律に触れてしまう可能性がある内容というのもあるわけですね。で、これは今までの内容ともちょっと一部重なってくるんですけれども、例えば個人情報保護の観点からですね、収集してしまうとまずいものがあったりするんです。例えば戸籍謄本とか戸籍証本と呼ばれるもの、あるいは本籍地の入った住民票を提出させること、これも実はあまりいいとは言われていません。まあ、さっきの本籍ってどこですかっていうのと同じようなことになってしまうので、それ以外にも例えば人種、民族、社会的な身分とか家柄とか、あとはそうですね、あまりこれないとは思うんですけど、容姿に関する質問とか、制服があるからさって言ってスリーサイズを聞いちゃうとかね、まあ、こういうことをやってしまうっていうのはあまりいいとは言えませんし、まあ、あとはたまにあるのが労働組合に入ってるか入ってないかとか、まあ、やっぱりそういうふうに入っているといろいろ後が面倒ななんて思う人はついつい聞いてしまう可能性もあるかもしれませんけども、まあ、こういった内容にはあまり触れない方がいいですよっていうふうに言われております。まあ、なのでもし自分が面接をするときにどういう質問をすればいいかが分からなくなってしまいそうだとか、タブーとなる質問をしてしまいそうだと不安になる場合には、事前に質問集を用意しておくとか、面接チェックシートっていうものがチェーンによっては用意されている本部もありますね。なのでそういったものを活用しながら、主に仕事、例えばどういう仕事が好きですかとか、コンビニの仕事ってどんな仕事があると思いますかとか、そういったことをあらかじめ用意した上で面接に臨まれるっていうのが一番いいと思いますし、採用した後の、まあ、コミュニケーションですとか育成とか、そういった部分にも、まあ、とてもいい影響があるのではないかなと思っております。ということで、まあ、この質問の答えとしては3つ、面接を受ける本人には責任のない内容や、2つ目本人の自由である内容、3つ目収集することで違法となる内容については、まあ、タブーになりやすいですよっていうお話でございました。まあ、面接の時に、まあ、聞いてはいけないっていう質問もあるんですけど、やっぱ聞かないといけないってことありますよね。ありますね。はい、で聞かないといけないっていうことを直球的に聞くんじゃなくて、まず自分の考え方とか、うん、この店はどういう意図でやってるんだとか、こういう夢はどうなのかっていうことをまず店長さん、オーナーさんからお話をすることによって、相手にまあ共感、自分の心をまず開いてお話をしていただいて、まあ、共感を持ってもらいながら会話を進めていって、相手はどういう人なのかって知っていくってことが必要なのかなと思うんですね。だからどういう人なのだろうっていうことは分からないままですね、単に、まあ条件だけ合わせていってしまったら、採用してからなかなか大変な時があるわけですね。はい、なので一番面接で大事なのは、働いていただく方と理念をすり合わせておくってことが大事なので、そうですね、こういう意味で我々店やってるんだ、で共感してくださいよ、共感できますかっていうことを案に話ができればいいと思うんですね。うん、でその中の共感のポイントっていろいろあるんです。もちろん理念もそうなんですけど、もしかしたら地域でやってるので、僕はこの中学校出身なんだっていう話の時に、僕はその後輩なんですよっていうことかもしれませんし、うん、僕の兄貴がみたいなことかもしれませんし、ちょっとしたこう共感できるようなところとか、共通の何か親しみが湧くようなことのボールをですね、ポンポンと投げることによって、まあ、あ、そっか、店長と仲良くできるかもみたいな、ぜひこの店で働いてもらいたいっていうようなことですね、いう近道になればいいのかなと思います。もちろん本籍はどうだとか、宗教はどうだとかっていう、これはもう論外ですけども、そうじゃない会話っていうのはですね、うまいことしながら
相手の人となり自分の人となりと合わせていくっていうことがこれ面接すごい大事だと思いますね。そうですね、はい、結構面接をしながらあこの人はこのお店で働いているイメージが持てるなと思ったら私結構採用したりとかしてたんですよ、まあ、それをイメージするための質問をしていってでそれができなかったらやっぱり今回はっていうことになりますし、まあ、イメージができればぜひ一緒にやっていきましょうっていうことで理念の共有もすごく図りやすいのかなっていうのがやっぱりあったので、まあ、ぜひ今のお話参考にしていただければなと思います。ということで以上コンビニローム Q&A でした。では続きまして運営 Q&A に移りたいと思います。最初2回目の放送の時でしょうか、まあ、第1回として称してやっていた放送の時ですけど秀樹さんにあの客数アップについてのお話をしていただきましたが、まあ、こんな質問が来ております。で常連客になってもらいたいわけですね。その今来ているお客様がもっともっとたくさんあのお店に来てくれたら嬉しいなということでその常連客になってもらうためのポイントについて教えていただきたいという質問が来ております。はい、はい、常連客ですね。お客様が常連になっていただくということなんですけど大体何回ぐらいを常連というふうに定義をするかということになると思うんですよね、はい、で一般的には3回なんて10回の固定という言葉が、まあ、あるんですけども3回来たら安定して10回来たら、まあ、あの固定されてしまうとあの人ってなかなか違う習慣に変えにくいわけですね、はい、同じことをずっと繰り返していくと例えばですよ読書を毎朝やろうと思って3回ぐらいだと飽きちゃうんですけど、まあ、10回ぐらいやってるともうそれが習慣になって惰性になってしまうみたいな形ですね、はい、もうまあ、言葉がいいかどうか分かんないですけど惰性で店に来ていただく、うん、もう生活のライフサイクルに入れていただくっていうこともまあ必要なのかもしれないですね、はい、で、客数アップっていうことでいくと売り上げを上げるために客数ですね上げないといけないで、毎日毎日客数今日何人だったっていうのは店長さんがこう統計を取ってるはずなんですけども、うん、客数が数字が客数いわゆる客数ですねお客様の数レジを通過した数っていうのはデータ出てるんですけどその内訳ってしっかり把握できてるのかなどうなのかなと思うんですけど実際ってどうなんですかねお店の方っていうのはなんか多分目で見ている範囲でしか確認ができていないんじゃないかなって思います、うんうんその、お客様を、まあ、分解をして客数の中にどれぐらいの方がいわゆる顔なじみのお客様なのかどれぐらいの方が一元さんあ初めてお越しになられたとか久しぶりに来られたとかそういったことの分類をしていただくのも大事なのかなと思うんですね、はい、で、常連客っていうお客様ってどうなのかっていうと、まあ、名前は分かんなくても顔が一致してるこの時間になったら必ず来ていただくお客様ということを作っていかないといけないと思います。で売上っていうのはあの客数かける客単価というふうに、先週申し上げたんですけどもその客数の中を分解すると、ユニークの客数かける来店頻度なんですね、うん、ユニークの客数っていうのは1人の人が1回来たら、1回なんですけど例えば私が2回お店来店したら2人となります。ユニークって1人です。で来店頻度どれぐらい上げるかということなんですね。なので月の間に何回を来ていただくかということになりますのでそこをしっかり分析をしていくということになると思います。で常連客になってもらうためのポイントなんですけど、まあ、これズバリですね、そのお客様が何を求めて来ているのかということをこれちょっと分析をしていくあるいは想像していくってことが大事になります。まあ、本来は直接お客様に聞いてもらいたいんですね。でなんで来てるんですかとアンケートを取っていただくのが一番いいんですけどなぜ来てるのかと、うん、でコンビニであのアンケートを取ると一番多いのは近いからということが確かに、はい、一つその次にあるのは品揃えがいいからとか、うん、なんていうので接客がいいからとか、うん、いうことになってくるんですけどじゃあその近いから以外のところでいくと品揃えっていうところなんですね2番目、はい、で品揃えってその聞いてるお客様にとってあるいは常連客にとっての品揃えって何ですかということなんですね。タバコを買いたい人にとって雑誌がいくら充実しててもですね、うんうん、私には関係ないわということになるかもしれませんし、はい、近くの主婦の方が、ミニスーパー近くのスーパーの代わりに借りたいあの利用したいということであれば、うん卵だったり牛乳だったり野菜だったりということは大事かもしれませんね。何を大事にされてるかという聞いてその方の品揃えの満足度をどこまで上げれるかということがポイントになります、うん、で我々往々にして間違えてしまうのがですねいわゆるポスデータ商品データで ABC 分析というのをやってしまうんですね、はい、売れてる順番に並べていって、うん、上位のもの
それから定番のものを陳列する、あるいは新商品を陳列する、もしかしたらランキングでいくと10番目の商品かもしれないですけど、常連のお客様、常連になりたいお客様にとってみればすごく大事な商品かもしれない、うん、こういったものを見つけてちゃんとそのお客様のために品揃えできるか、これが結構大事です。他のチェーンではとか多分ライバルの店はやってない、売上の高い店は絶対やってるんですよね、うん、例えばどういうことかっていうと、今お水、この時期お水すごく売れますね。500ミリリットルのペットボトル PB の商品もあればナショナルブランドの商品もありますが、ほとんど今軟水でちょっと炭酸水が最近ちょっと売り出してる、はい、でも硬水の水置いてませんね、コンビニにはね。あ、ないですね。はい、だけどドラッグストア行ったりとかスーパー行ったら硬水の水って売ってて、まあ、それなりの売り場も取ってます、うん、じゃあコンビニなぜないのか、全体の例からすると売り上げだから少ないから、だけど硬水の水が欲しいと思ってる女性の方とか健康に気にされてる方っているかもしれません、はい、あるいはイオン水と言われてるものちょっと値段高いんですけど欲しいと思ってる方もいらっしゃるかもしれない、うん、そういった方の声を拾っていくっていうことが結構大事になってきますね、はい、それを見つけていくっていうことが大事だということになります。なのでデータを見ながらなぜか知らないけどもマニアックなものがポンと売れてたりとかする、あるいは地域のお客様このレジを売ったらこの商品なぜか買われてるっていうこともしっかり観察をしていただくっていうことが大事ですね。で、ぜひ一度、チャレンジしていただきたいのはアンケートを取るっていうことを、うーん、お客様アンケートですね、はいはい、これをぜひやっていただくといいかなというふうに思います、まあ、半年に1回、まあ、もしくは3ヶ月に1回ぐらいですね、簡単なアンケートをですね、レジの外でですね、こんにちはオーナーですけどもアンケートを聞かせてくださいということでアンケートを取っていただいて、私なんかは唐揚げをプレゼントしたりとかしながらアンケートを聞かせていただいて、そこでコミュニケーションを取ったりとか、うん、はい、なんでなぜ何を求めですかとか、うん、うちの遠慮なく言ってください、不満点ありますかとか、うん、何が嬉しいですかみたいな話をしてお客様の名前と顔を一致するんですね、うん、はい、そうすると予約がすごく取りやすくなったりとか、確かに、はい、はい、いうことがあって、来たお客様と仲良くなるきっかけも含めてアンケートを取っていただいて何をお求めになっているのかと、うん、はい、いうこととか、あの近所でこんな情報あるよとかですね、働きたい人いたよとかみたいなことも含めて、うん、近くなるきっかけということでアンケートなんかもですね取っていただいてもいいかなと思います。アンケートの取り方みたいなこともね、もし機会があれば、はい、お話もできればなというふうに思ってますけど、そうですね、はい、はい、で常連客っていうことでもう一つだけ事例もお話もしてもいいですか、はい、時間まだありますか。大丈夫ですよ、はい、はい、この話しましたかね、エステサロンの話をしましたっけ、どうだったっけな、あのコンビニじゃないんですけど、エステサロンの常連客っていうのは本当の常連客といいお客様と、まあ、一元さんのお客さんの見分け方っていうことなんで、ちょっとだけ簡単に話をするとですね、いつも来ていただいてるお客様とかイメージでこのお客様多いんだろうなって思ってる、でそう、あのグループで決めてしまうわけですね、うん、20代女性が多いだろうとか、あ、はい、ここはファミリー向けだろうと思ってしまってるんだけど、実際に売上のデータを見てみると、はい、高齢の方が結構お金使ってたとかっていうことがあります。こういった分析をしっかりしていただくっていうことが大事だと思うんですね、はい、自分の店を利用していただいているランキングですね、ポイントカードを使っているお店なんかであればデータを、本部からもらっていただきたいんですけども、うん、順番に A さん B さん C さん D さん E さんというふうに売上の高い順にですね並べていったときに月にどれぐらいお金を使っていただいているんだろうというところですね、うんうん、でそれが仮に月に10万円使っていただいているとしたら、この人がいなくなるのが一番困るわけですね。そうですね、はい、その A さんと同じような人をぜひ連れてきてもらうような仕掛けなんかしていただくのがいいのかなというふうに思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます、まあ、本当にいろんなアプローチができますよね、客数アップって、うん、なんかすごくコントロールが難しいって私も思い込んでたんですけど、うんうん、実はいろんな仕掛けができるっていうことが私もこのラジオを初めてまた改めて分かりましたし、うん、もっともっといろいろ聞けるんじゃないかなと思っていますので、ぜひまたこの客数アップネタの詳しいところの掘り下げは別の機会にまた作っていきたいなと思っております。ということでコンビニ運営 Q&A のコーナーでした。コンビニ社労士安瀬彩香のウィークリーコンビニラジオ、ウィークリーコンビニラジオ、今回もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました、はい、いやなんか本当あっという間ですね、うん、台風がね大きな台風来ましたけど、はい、あの
沖縄の皆さん大丈夫でしたかね、あるいはあの全国で聞いていただいていると思いますけど、西日本の皆さんですね。そうですね、私の地元愛媛県は大したことはなかったって今回言ってましたけどね、喜んでらっしゃいましたけど、なかなかねやっぱ台風も最近巨大化してたりとか、ゆっくりスピードがのろのろ台風だったりとか、そうですね、去年もあの関西に大きな台風が上陸して、はい、まあ、あの被害がねしっかり出たりとか、まあ、あの甚大なあのことも起こったりとかしてますので、うん、まあ、あの事前準備とかあの近所の、避難所とかですね、そういったことも、まあ、確認をされたりとか、あるいは保険ですね、うん、保険をしっかり入っている方、この辺のところもあの改めて確認をされた方がいいのかなというふうに思いますね。ああ、そうですね、はい、まあ、台風に慣れてる人たちはある程度準備はできるかもしれませんけど、うん、コンビニ経営とか運営に慣れてないとやっぱりそういった保険って見落としがちな部分かもしれないですよね、うん、まあ、ぜひこういったところも情報提供しながらですね進めていけたらいいなと思っておりますので、まあ、引き続きぜひご愛顧いただきたいなと思っております。ということでウィークリーコンビニラジオ今回も終了いたします。パーソナリティはコンビニ社労士安さやかと高橋秀樹でした。今回もありがとうございました。それでは続いて22時からぜひハイタウン東京も引き続きお聞きください、はい、ではありがとうございました。おやすみなさい。